レバーソーセージのスライスボイルしてスモークしたレバーソーセージレバーソーセージレバーブルスとはドイツ、オーストリア、ハンガリー、クロアチア、スロベニア、セルビア、オランダ、フィンランド、スウェーデン、ノルウェー等で食べられているレバーを使ったソーセージであるレバーブルスとは通常豚の肝臓から作られるドイツの別のソーセージであるカルブジルバーワースとは 子牛の肝臓のソーセージという意味であるが、通常は子牛よりも豚の肝臓が用いられる。子牛肉が用いられることもある。北米でリバーワースとや単にレバーソーセージと呼ばれることもあるブラウンシュバイガーはスプレッドとして塗ることもできる柔らかいレバーのソーセージである。豚の肝臓は実際には10から20%しか使われていないが、十分に レバーの風味を与えることが可能である。その他の原料は肉、脂肪や黒胡椒、マジョラム、オールスパイス、タイム、マスタードシード、ナツメグ等の香辛料である。ドイツの多くの地域にはそれぞれ独自のレバーブルストのレシピがあり、玉ねぎやベーコンをレバーブルストに入れるかどうかといったようなことが文化的なアイデンティティにとって重要であったりする。近年では コケモモやキノコを入れたような、よりエキゾチックなものが人気を博している。レバーソーセージは加熱することなくそのまま食べることができる。北、アメリカでは赤玉ねぎ、マスタードと共に来、麦パンや全粒粉パンのサンドイッチやオープンサンドイッチに使われる。ドイツに加え、アメリカの南部や西部では、スライスしたガーキンのピクルスと共に提供される。 ハンガリーではレバーソーセージはオープンサンドイッチに使われたりオーブンで焼かれるパンケーキにチーズと共に詰められたりして用いられる。ありがとうございます。